こんばんは、ゲームやわです。今回は特別企画として、先日スイッチの世界累計販売台数が1億2000万台を突破したことを受け、Wii U の失敗とスイッチの成功について考察してみたいと思います。なぜ任天堂は液晶ディスプレイの付属にこだわっているのか。Wii U は全世界で1億台以上の販売を記録した Wii の後継機として2012年に発売されました。コンセプトは集まれば Wii U。一人でも、みんなでも Wii U というものでした。Wii U は2012年末に発売され、任天堂は2013年の年度内に900万台を販売するという目標を打ち立てましたが、結果は目標に遠く及ばず、272万台の大幅未達となってしまいます。今は亡き岩田悟元社長は、想定したどんな状況よりも悪いと、当時危機感をあらわにしたそうです。ある経済雑誌の記事によると、考えられる低迷の原因は、大きく分けて2つあるとのことでした。1つは、任天堂が HD 画質のゲームソフトの開発に難航し、有力タイトルの発売延期が相次いだため。もう1つは、任天堂自身もソフト開発に難航したように、ハードが複雑すぎて、サードパーティーが参入を躊躇したため。元任天堂社長、山内博史さんの言葉。ゲーム機とは、ソフトを遊ぶために、仕方なく買ってもらう箱である。ゲームハードビジネスの製品の本質は、いつの時代もソフトウェアにある。Wii U の低迷は、その山内社長の言葉を、如実に表すものでした。そして、Wii U の発売当時、私が個人的に感じていたのは、なぜ、こんなに重くて大きく、外出先でも遊べない液晶ディスプレイを、わざわざ付属させているのかということでした。こんな液晶をセットにするくらいなら、もっと安くしてくれればいいのにとさえ思いました。実際 Wii U の販売価格は、多くのハードがそうであるように、原価割れだったそうです。その疑問を読み解く上で、任天堂の法則という、任天堂幹部のインタビューを集めた本があります。そこには、任天堂の方々による、ゲーム機に対する考えが綴られていました。話は遡って、任天堂のゲーム事業の歴史は、1980年に発売された、ゲーム&ウォッチから始まりました。当時のゲーム&ウォッチのテレビ CM はこちら。ゲームウォッチ、ゲームウォッチ、ゲームウォッチ、ゲームウォッチ。いつでもゲームウォッチ、どこでもゲームウォッチ、誰でもゲームウォッチ、ゲームウォッチ。CM の歌い文句にもあったように、場所を選ばず、いつでもどこでも遊べるというのが、ゲーム&ウォッチの強みの一つでした。ゲーム&ウォッチは、累計4340万個の大ヒットを記録。これは、電卓の誕生から長い時を経て、電卓が小型化し、低価格になったことに加え、電卓の液晶の進化とともに、ボタン型電池で、長時間の連続使用が可能になったことで成立した商品でした。ゲーム&ウォッチや、ゲームボーイ生みの親、横井軍平さんが提唱した、いわゆる枯れた技術の水平思考です。枯れたという言葉は、もしかしたら、聞く人に、ネガティブな印象を与えるかもしれません。しかし、わかりやすくご説明すると、どんなに素晴らしい技術でも、コストが高ければ、一般の私たちが買えるような、手頃な価格設定が難しいので、コストが下がり、低価格で提供できるようになるまで、辛抱強く待とうという、いわば庶民的な感覚に基づく理論です。また、技術が出回り始めた頃の製品は、必要以上に大きすぎるなど、非実用的だったりもするので、そうした点でも、技術が成熟するのを待とうというのが、横井軍平さんのスタンスでした。これは、おもちゃメーカーとしてスタートした、任天堂ならではの視点と言えるのかもしれません。つまり、任天堂の元々のターゲット層は、子供たちだったというわけです。ゲーム&ウォッチで成功を収めた任天堂は、そのカセット交換式タイプを作りたいと考えました。ファミコン生みの親の上村正幸さんも、ゲーム&ウォッチがヒットしていた当時、カセット交換式の携帯ゲーム機を構想し、山内社長に提案していました。しかし、当時は液晶の値段が高く、当面の商品化は見送られたそうです。そんな折に、山内社長によって、ファミコンの開発が上村正幸さんに命じられました。液晶が高く、カセット交換式の、携帯ゲーム機の商品化が難しいのであれば、
すでに、ほぼ全世帯に普及しているテレビにつないで遊ぶ、家庭用ゲーム機を作ることにしたというわけです。命を受けた上村さんは、当時はゲーム&ウォッチが優勢を誇っていたため、ファミコンの開発には、あまり気が進まなかったそうです。そして、上村さんはインタビューで、次のように話していました。ファミコンは、テレビでしかゲームができないのが、ハンディキャップになると思っていました。テレビゲームの文化は、ゲーム&ウォッチから始まった、携帯ゲーム機に回帰していくと思います。みんなで遊ぶときは、携帯ゲーム機では不便だから、テレビに繋いでみようとかね。みんなで、ホラ見てなどと楽しむときは、テレビの方が向いている。これは、Wii U 発売の10年以上前、1999年の発言です。ファミコン生みの親の上村さんが、その時話していたのは、まさに、Wii U のコンセプトそのものでした。さらに上村さんは次のように語っていました。いつでもどこでも遊べるものが、僕ら任天堂にとっての本命。自分が遊びたい時に、遊べるものじゃないといけない。ファミコンブームの頃、ゲームは1日1時間という、今にして思えば謎のルールがありました。ハドソンの高橋名人の呼びかけから始まった、このルールの本質は、一体どこにあるのか。一つは、子供たちがファミコンに夢中になるあまり、勉強をしなくなるという、教育的観点によるものでした。そのことは国会でも取り上げられ、社会的な問題になっていたそうです。もう一つは、子供がファミコンをしていると、テレビが占領されてしまうため、親が自分の好きなテレビ番組を視聴できなくなるからという側面があったのではないでしょうか。ましてや、家にテレビが1台しかなければなおさらのことです。高橋名人が打ち出したこの標語は、親たちにとって、子供たちにゲームをやめさせる口実となる、実に好都合なものだったと思います。裏を返せば、この高橋名人の言葉は、ファミコンを嫌悪する親たちに対する、いわば、歩み寄りのようなものだったのかもしれません。いずれにしても、当時の子供たちは、自分が遊びたい時に、ゲームが遊べないという状況でした。思い起こされる上村さんの言葉。いつでもどこでも遊べるものが、僕ら任天堂にとっての本命。自分が遊びたい時に、遊べるものじゃないといけない。子供たちが、自分の好きな時にいつでも遊べて、大人たちも、子供にテレビを占領されず、いつでも好きなテレビ番組が見られる環境づくり。もう少し別な言い方をするなら、親たちに煙たがられないゲーム機。そして、みんなでワイワイ遊びたい時は、テレビにつなげばいいという発想の転換。集まれば Wii U。一人でも、みんなでも Wii U。ここでようやく、任天堂が、液晶ディスプレイにこだわる真意が浮かび上がってきました。そして、ファミコン発売から6年後、ようやく任天堂は、かねてより構想していた、携帯ゲーム機、ゲームボーイを発売します。それが実現した要因は、液晶の値段が下がり、販売価格の面で折り合いがついたからです。当時の任天堂の方の証言によると、当初のゲームボーイの液晶は、カラーでの実験も行われていたそうです。しかし、カラー液晶には、3つの障壁がありました。一つは、どうしても長時間電池が持たないこと。任天堂の方々は、最低でも連続使用で、10時間は必要だと考えていましたが、カラー液晶では、せいぜい2時間から3時間が限界でした。もう一つは、当時のカラー液晶では、屋外でプレイすると、太陽の反射で、画面が見えなくなるという弊害がありました。そして、最後に3つ目は、値段が数万円になるというデメリットでした。最終的にゲームボーイは、液晶をモノクロにしたことで、連続使用が30時間になり、屋外でのプレイも可能となった上に、価格も 12,500 円に抑えることができました。こうして任天堂は、常に、プレイ環境はもちろんのこと、販売価格を抑えることにもこだわってきました。例えば、ファミコンの時も、当初山内社長は、1万円以内にしろと上村さんに言命していました。なぜなら、子供にゲーム機を買い与えるのは、いつの時代も親だからです。決定権を握っているのは、遊ぶ子供ではなく、買い与える親です。つまり、山内社長の真意は、子供に買い与えるおもちゃとして、親が納得する価格帯にしろというものでした。ゲームボーイ発売の7年後の1996年、小型化と低価格化を実現した、ゲームボーイポケットが発売されました。
値段は 12,500 円から、なんと、ほぼ半額の 6,800 円になりました。この時も、徹底したコスト削減が図られ、電池の残量を示すランプもカットされています。ちなみに、通信ポートもなくせば、さらに薄型化できるということで、廃止が検討されていました。しかし、ソフト開発者サイドから猛抗議を受け、コネクタの小型化と、カバーの廃止のみに留められます。もし、この時、通信ポートを廃止していたら、ポケモンから交換という要素は失われていただろうと、開発に携わった方は10回していました。そして、ゲームボーイポケット発売の2年後、1998年、ゲームボーイの液晶がついにカラーになります。このゲームボーイの進化の奇跡は、まさに枯れた技術の水平思考の理論そのものでした。上村さんは1999年のインタビューで、次のように話しています。電池などの問題をクリアし、ようやくゲームボーイカラーまで来ました。半導体のコストが高く、今はコストの問題で泣く泣く諦めていますが、まだ、家庭用ゲーム機に、液晶ディスプレイをつけるには至っていません。次は、液晶ディスプレイが大きくなるとか、そういう方向に行くんでしょうね。そうなると、もうテレビはいらないですね。この時、上村さんが話していたことは、およそ10年後の EU は愚か、ひいては、後のスイッチの構想そのものでした。そして、約10年の時を経て、いよいよ家庭用ゲーム機にも、液晶ディスプレイを搭載できる時代が訪れます。Wii U が発売された頃、日本中のほとんどのテレビが、ブラウン管テレビから、HD 画質の液晶テレビに置き換わっていました。テレビのアナログ放送が終了し、デジタル放送に切り替わったのは、2011年のことです。テレビが変わったのだから、テレビとセットで使うテレビゲーム機が変わらなければいけないのは、ある意味必然だったと、岩田元社長は語っています。Wii U のテーマの一つは、本体はあくまで黒子というものでした。Wii の本体デザインのコンセプトと同様、リビングにおいても、お母さんに嫌がられないようにすることを意識していました。そして、当時画期的だったのは、テレビを使わなくても、Wii U 本体からの映像を、ゲームパッドに無線で送られることでした。技術的には、遅延なく、ゲームパッドに映像を送るのは大変だったようですが、それによって、家庭用ゲーム機においても、携帯ゲーム機と同様、子供がゲームをしていても、テレビが占有されることがなくなりました。しかし、ゲームパッドは、映像を無線で送っていることから、本体から離れすぎると、電波が届かないため、プレイが不可能になるという、技術上の制約がありました。実際のところは、本体のある部屋の隣室であれば、ギリギリ遊べるという仕様だったようです。また、戦術したように、本格的に HD 仕様に移行したことで、ソフト開発も難航しました。そうしたもろもろの要因が重なり、Wii U の世界累計販売台数は、Wii の約1億台から大きく下回る、およそ1300万台となってしまいました。そして、Wii U から約5年後に、任天堂スイッチが発売されます。スイッチのキャッチコピーは、いつでも、どこでも、誰とでもというものでした。それは、任天堂がゲーム事業を始めるきっかけとなった、ゲーム&ウォッチの CM で使われたコピーと全く同じものでした。Wii U の液晶ディスプレイは、あくまでも本体に付属するものでした。一方、スイッチが画期的だったのは、本体と液晶ディスプレイを一体型にした点にありました。これにより、本体からディスプレイに、無線で映像を送る必要がなくなり、ドックで充電をしておけば、まさにコピーにあるように、いつでもどこでも屋外でも遊べるようになりました。さらにドックに差し込めば、テレビでも遊ぶことができるという代物です。家庭用ゲーム機と携帯ゲーム機を融合させたのが、この任天堂スイッチでした。液晶ディスプレイは、上の画像のように、5年の時を経て、小型化、軽量化、薄型化に成功。バッテリーの持続時間も、Wii U のゲームパッドよりも長くなりました。一方、ゲームファンや、ゲーム開発者の間では、スイッチのスペック不足を指摘する声があることも事実です。しかし、任天堂の家庭用ゲーム機のコンセプトは、あくまで、ゲームがテレビを占有することなく、子供と親の両方が、ハッピーになれるゲーム機にするというものでした。そのためには、液晶ディスプレイが必要不可欠であり、Wii U の失敗を経て、任天堂が手繰り寄せた一つの答えは、
本体と液晶ディスプレイを一体にすることでした。そして、バッテリーの長時間持続と、手頃な価格を実現すべく、そこから逆算して、液晶ディスプレイの仕様も含め、おそらくスイッチ本体のスペックは割り出されたのだと思います。いわば、それとは異なる方向性で進化を遂げてきたのが、プレイステーションと言えるのかもしれません。しかし、方向性や哲学は違えど、任天堂とソニーは、どちらもゲーム文化の発展にとって必要だと私は思います。もう少し別な言い方をするなら、互いに競合していた時代を経て、住み分けが進み、いわば、役割分担が明確になったと言えるのではないでしょうか。ただ、ゲーム開発側の負担という点では、一向の余地があるのかもしれません。またいつか機会があれば、その点についても、動画で考察してみたいと思います。少なくとも、ゲームは1日1時間という規則の中、必要以上に、ゲームが大人たちに煙たがられる時代は終わりつつあります。Wii U の失敗と挫折から這い上がった、任天堂の創意工夫が、その文化形成の一助になりました。そして、その根底には、今は亡き横井軍平さんによる、技術のコストが下がり、技術が成熟するまで、辛抱強く、時が来るのを待つという理論がありました。一人でも、みんなでも遊べるようにするために、いつでも、どこでも、誰でも、手軽な値段で楽しめるようにするために、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ゲームやわは、毎月1日、15日更新、毎回一つのゲームを取り上げ、3つのテーマで、内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介しています。今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンを、ゲームやわの活動を応援してくださるという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。次回の通常のゲームやわは、こちらも通信ポートが排除されていたら、存在が危うかったかもしれない。ゲームボーイソフト、ドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランドです。2月15日の更新を予定しています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。